です。こころです。皆さんこんにちは、さきです。やっほー、さくらです。今回はメルプチメンバーの私服を紹介していきたいと思います。あ、違う私服を公開していきたいと思います。結構みんなその服のジャンルが違かったり、確かに楽しみ、楽しみ、私服チェンジですね。それぞれ今こうやって着てる服を公開していきます。はい。どうやって決めるかっていうと、あのくじで引いた人のやつを着ます。はい。うわぁ、ちょっと緊張するなぁ。レッツゴー。くじ引いていきます。おぉ、はい、イエイ。結構大事だよこれは。はい、誰の着てみたいとかある？あぁ、でもアリサちゃんの服とか、ほんと絶対着ないんですよ。そうだから気になるかも。うん、マジでうちガーリー着ないんだよね。確かに、マジで自分から着ないから。あ、着てほしい。コバちゃん似合わない。うわ、コバちゃんで着てほしいな、さくらちゃん。せーの、じゃん。あ、やっさぎキリ、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 猫。私とココロちゃん、はい、キリンです。おお、え、あんまイメージないんですけど。確かに確かに。ありがとう。え、ね、違う、想像できない。で、私とさくらちゃん、うさぎ、うさぎだ。そして、私とコモハちゃんが猫。猫、うおー、着替えます。私の私服はですね、まあ、私すごいレオパードが好きなのと、まあ、あとパープルが好きなので、まあ、私らしい2つを合わせてちょっと着てみました。あと、まあ、スタイルがよく見えそうな服をチョイスしました。私の私服は無地というかシンプル系の服が多いので、ダボってしてる感じをよく着るので着ました。ストリートが好きなのね。あ、ストリートとかね、ちょっとカジュアルなんですけどね、ガーリー系より。一緒だね。それは違った。ちょっと違った。いや、あんまりそういうの分かんなくて。でもフリフリとかじゃないでしょ。フリフリでは、あ、ね、一緒だね、そこ共通ポイント。いや、何これ。どうしようかな。じゃあ私のコーデはですね、ダボダボしたトップスにショートパンツで締めるのが好きなんですよ。なんか独特な服が好きなので、ちょっとそれも合わせて着つつ、まあ、黒で締めるっていうね感じのダボキュコーデに私なんか普段清楚めなガーリーみたいな感じの服を着ることが多いので、うんうん、ガーリーすぎずに、うん、大人しすぎずみたいな、うんうんうん、ドットの服でちょっとレース、うん、ポイントです、うん、で、あと後ろがなんかリボンで結ぶようになってて、これ前で結んでもいいんですけど、そういうところ、なんていうんだろうな、こういうこういうやつこういうやつこういうやつ、チョーカーみたいな、チョーカー、首輪みたいな、首輪みたいな、あ、襟みたいな、うん、襟みたいな、襟みたいな。ポイントは白黒モノトーンだけじゃなくて色物の方が個人的に気に入ってるので、蛍光グリーンっていうか色のお洋服にしました。ズボンはフレアパンツになってて足長効果みたいな感じです。アクセサリーは全部ピンで揃えたっていう感じのコーデになってます。ザ・アリサちゃんっていう感じのコーデ。本当？めちゃくちゃアリサちゃんアリサちゃんです。めちゃくちゃ気に入る。私のコーデはですね、大人清楚みたいな感じで、うん、あ、ちょっとガーリー目なんですけど、うん、まあでもそんな強すぎず、うん、で色とかも春っぽいし、確かに、いう感じで選びました。アクセサリーとかは、うん、私金の、なんだろう、アクセサリーを着ることが多いので、うん、このね、全部金色で揃えて統一した感じを出してるコーデになってます。似合ってる、めっちゃ似合ってる、めっちゃ似合ってる。あー、大好き。はい、と
ということで、皆さんそれぞれ着替え終わりました。全然違う、みんな。え、この2人変化するの嘘だね。嘘。確かに。でも、全然着ないかも、こういう。めっちゃ大人しそう。マジ大人っぽい。そう、お嬢様極み。あー、いいね。紹介。